時、僕は呪いの本当の目的を知って心臓が凍りつくほど怯えました。呪いの目的は僕たちを追い出すことじゃなく、ただただ殺すことだったんです。僕は見ました。呪いが楽しそうに仲間を殺すのを、そしてその時口元に浮かべる満足そうな笑いを。